はいどうもホッパーです。本日はですね、いつもの食玩とかフィギュアライズではなく、なりきり系の方のおもちゃにします。本日は、ライトニングホーネット、こちらのプログライズキーの方を、紹介していきたいと思います。ですね、ちなみにホッパー家はまだあの01ドライバーもエイムズショットライザーもないので、紹介できる機能としては単体遊びのみになります。なんですけど、なんであんま正直動画と紹介としての動画としては価値は低いんですけど、ものすごく買ってから1日なんですが、子供が本日の放送を見た結果なんて言ったの？明日のプログライブ機開けようとうるさいので、今回のこの運びになりました。というわけで、じゃあ開けようか。取っていいよ。はい、ってことで開封しました。こんな感じになってます。カセット見てたな。やっぱし昭和生まれにしかわからないかもしれないんですが、で、レザーみたいな黄色いボディカラーにクリアって感じですね。で、鳴らしてみようか。せーの、サンダーって言ってますね。で、開ける。おー、全然ロックかかってない感じ。ハチンがある。あれだね、ハチさんが、はい、すいませんでした。カメラひっくり返したところで止まっちゃってましたね。で、開くと、ハチさんの、なんだろう、内部構造って骨格みたいな感じで見えますね。ね。っていう感じになります。で、いろいろ説明書とか今見てみたんですけど、単体遊びだと、マジでここを押すだけしかできないっぽいです。だから、サンダーと、そうだね、このホーネットアビリティっていうこの2つしかやりようがない感じです。はい、そうだね、そうだね、で、これをだから遊ぶにはエイムズショットライザーを買うか、もしくは01ドライバーを買うしかないということになるんですが、01ドライバーはうちにはありません。どうしようか。サンタさんにお願いしたんだよね。そっか。というわけで、サンタさんが来るまで、うちでは、これ以外の、この、これ以外の遊びはできませんということになります。はい、っていう感じでした。はい、というわけで、これで終わろうかと思ったところ、鳥ちゃんも開けるということなので、少々お待ちください。チャンネル登録、お願いします。はい、というわけで、続きになります。そのままフライングファルコンの方も、開けることになりました。で、開けていきたいと思います。左側にあるのは、ガチャガチャのプログライズキーですね。はい、じゃあいいよ、取って。はい、というわけで開けました。鳥ちゃんです。フライングファルコン、こっちもフライングね、そうだね。じゃあ押してみましょう。せーの、ウェイクって言ってんのか。で、開けるとやっぱし同じ、ハチさんと同じように内部骨格が、よくよく考えるとね、昆虫って骨ないよな、あいつら。これ骨ないやつ。いや、鳥ちゃんはあるよ。で、もう一回押すと、ファルコンズアビリティって言ってますね。なるほどね。でもさ、鳥ちゃん、ジンに取られちゃったね。どう？寂しい？そう。割と、鳥ちゃん、息子が気に入っていたので、悲しい感じにはなってるんですが、ね。まあでもね、これもあるもんね。こっち息子用です。で、こうやって見るとやっぱし精度いいですね、どっちも。でもね、ガチャガチャの方がね、プログライズ機硬いっていうね、このロック開けるのがっていうのがあったりします。こっちステッカーなんですよね。こっちはもちろん全部貼ってあるんですけど、最初から。
チも当たるところ全部貼ってないやつだよね。そうだよ、パパが貼ったんだよ。そうだよね。うん。メタイプからついてないからだね。はい。っていう感じで、できることというと、うん、この2つだけなんで、クリスマスが来るまでホッパー家ではこの単体遊びです。まあ大人から見ると退屈かもしれないんですけど、本人は割と楽しんで遊んでたりします。なんか布団持ってって遊んでたりしてたんでっていう感じなんで、はい、本日はなんかライトニングホーネットと、この鳥ちゃんだね。そうだね。ちょっと待って、おかしい。ライトニングホーネットと、フライングファルコンの、紹介となりました。はい。では、動画ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。